めっちゃスケートしててかなりボロボロ。そういうスニーカーじゃないですよ。このスニーカーで金メダル。リル・ウェインかなりスケボーできますね。マジっすか。皆さんこんにちは、 GQ スニーカーホリックス MC のアントニーです。さあお待たせいたしました。なんと今回からシーズン7でございます。いやー、誰がシーズン7まで続くと思いました。すごいっすよね。でもこれからね、もうどんどんもうシーズン10、もうそれ以上目指してやっていくんで、はい、ということでですね、今日はもう本当すごいですよ皆さん。なんとリモートで、しかもね、アメリカロサンゼルスとつないでお届けしております。今回のスニーカーオリックはこの方です。東京オリンピック金メダリスト、プロスケーターの堀米雄斗さんです。よろしくお願いします。堀米雄斗です。よろしくお願いします。うわー、どうも初めまして。本当に初めまして。本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに結構多分 LA なんで時差があると思うんですけど、今 LA は何時なんですか？今 LA は夜の7時ぐらいですね。あ、そうなんですね。すいませんね、こんな、はい。ちなみになんですけど、堀米選手、あのスニーカーホリックスってこの番組知ってました？天心とかが出てるのを見て、でそこで結構知って、はい、あのいろいろ天心以外の人たちも見させてもらいました。うわー、めちゃくちゃ嬉しいな。天心とは、まあ、その仲良くなり始めたのはオリンピック後で、はい、インスタではまあその前からずっとつながってたんですけど、はい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 、で今回 その日本東京オリンピックの後になんかテレビの取材でたまたま一緒になることがあって、そこからめっちゃ仲良くなったって感じです。天心君とはどんなことをして遊んだりするんですか？スケボーにすごい興味あったんで、天心が、はいはいはい、スケボーなんかパーク一緒に行ったりとか。マジっすか？はい、で天心めっちゃなんか結構攻めるから、はい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 、その怪我しないかなってめっちゃ不安で見てたりしました。はい、早速なんですが、目の前にあるのが、堀米さんのコレクションですよね。そうですね、まあ、これ以上もあるんですけど、うん、まあ、今回はその自分のお気に入りの靴を持ってきました。ちなみに何足ぐらい持ってるんですか？まあでも言うて100足ぐらいですね。まあ、やっぱスケーボーでほとんど全部使ってるので、うわ、使い終わったやつとかは、まあ、スケートパークとかになんか、まあ、置いたりとかして、まあ、キッズとかがやっぱ欲しがるんで、そこに置いていったりとかしてます。うわ、でも結構、まあ、こうレアというかハイプなスニーカーもあるじゃないですか。それもやっぱ全部スケボーで履くんですか？はい、僕も最初はなんかレアなスニーカーはなんか取っておきたいタイプだったんですけど、まあやっぱりでもそれだとなんかもったいないなと思って、やっぱレアなスニーカーで履いて、その傷ついてるやつが最近かっこいいなと思って。いや、ちなみに今日履いてるスニーカーは、今日履いてるスニーカーはジョーダンのトラビス・スコットとフラグメントのコラボのやつで、ローのオリンピックの後に藤原博史さんと一緒にご飯行ったんですけど、うわ、その時にいただいたやつです、ね。うわ、いや、これマジでめっちゃかっこよくて、まあ、履きやすいしすごい、うん、気に入ってる。ちなみにそれもスケボーで履いてるんですか？これもスケボーで履いてたりとかします。うわ、それでは堀米さん、1足目のスニーカーお願いします。はい、1足目のスニーカーはエアジョーダン1のフラグメントのフレンズ&ファミリーのスニーカーです。フレンズ&ファミリー、はい、うわ、フレンズ&ファミリーのやつはこのロゴが黒くなってる。そうだ、はい、うわー、すごい。どうしたんですか？藤原博史さんからこれもいただいたやつなんですけど、うわ、その頃はでもまだ会ったことはなくて実際に、うん、で、まあ、インスタででも連絡は取らせてもらってて、はい、それで送りたい靴があるんだよねって言って、はい、これを靴でスケートしてほしいって言われて、うわ、でこれをいただきました。すげー、はい、ってことはこれでもスケートしてるんですか？これもうめっちゃスケートしてて、今でも履いたりとかしてるんですけど、撮影で、はいはい、もうかなりボロボロっすね。うわ、こことかはもう普通に、本当だ、はい、うわ、すごい。
堀米さん、こんなこと言うのはあれですけど、そういうスニーカーじゃないですよ。そう、そうですよね、はい。まあでも、多分誰もこの靴でスケートはしてないと思うんで、うん、まあ、僕が多分一発目に。しかもこれ結構、うん、あの、まあ、僕エアジョーダンはまあ入ったりしたんですけど、はい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 、でもスケートはしたことなくて、うんうん、これが初めてエアジョーダン1でスケートした靴なんですけど、めちゃめちゃ調子よくて、はい、あのもう本当すごい気に入ってて、今でもスケート そのストリートの撮影とかビデオパートの撮影とかしてるんですけど、うん、はい、それでも入ってたりとかします、まあ、平べったいので、なんかそのデッキの感覚も結構わかるし、うん、はいはいはい、だからフリップとかトレフリップとかそういう回し系もやりやすいです、うん、はあ、まあ、でもちょっと階段大きめの飛んだ時だけ少し痛いかもしれないです、はい、その時だけはちょっと痛いです。そもそもでもやっぱちょっと重くないですか？いや全然そんなことないですね。なんか普通の、はい、ダンクとかで最近は結構スケートしてるんですけど、あ、まあ、それと変わんないか、それより軽いかもしれないです。普段どういうところで滑ってるんですか？アメリカだと、まあ、最近はもう街中でずっと滑ってますね。街中で、でもやっぱロサンゼルスの街中でも声かけられたりとかするんじゃないですか？あ、まあ、最近は結構多くなりましたね、うん、なんかあの街中で撮影とかしてても、うん、なんか車の中からすごい応援してくれたりしてとか、はい、なんか一緒に写真撮ってほしいとか言われることも多くなりました。LA を拠点にしようと思ったきっかけって何なんですか？やっぱスケートボード その聖地がまあロサンゼルスで、その世界のトッププロスケーターがまあ LA に集まってまあ撮影したりとか、あの大会に出たりとか、スポンサーシップの契約とか、そういうのがやっぱ LA が多くて、まあそれで多分みんな LA に住んでる人が多いです。なるほどな。続いてのスニーカーはおガールズドントクライとナイキ SB ダンクのコラボの、うん、これもフレンズ&ファミリーのカラーのやつですね。白だ、はい、すげー、赤じゃなくて白のやつだ、はい。まあ、でもこの白のフレンズ&ファミリーの方はまだ履いてなくて、スケートでも、はい、綺麗だ、だからいつ履くか迷ってるっていうスニーカーですねなんかあれですかね、ちょっと気合い入れてこの場面でこれを履こうとかっていうのもあるんですか？特にそういうのはないんですけど、うん、自分の気分次第ですね、はい、気分で。まあでも撮影、まあ、ビデオパートとかでなんか、はいはいはい、あ、この靴履きたいなと思った時とか、うん、これ履いたりとか、まあでも最初はなんかまあ普通になんかスケート以外でも履いてからスケートで履いていきたいですね、はい、一足しか持ってないんで。いやーとか SB ダンクはまあ元々まあスケーターの方のために開発されたモデルですからね。そうですね、だから本当スケートもしやすくて、うん、でやっぱでかい階段とか、はいはい、あのレールとか滑った時もやっぱ痛くないんですよね、うん、だから、まあ、今もスケートの時ずっとダンク履いてスケートしてるので、うん、欠かせないですね。まあ、このプロ あのスケーターの方のシグネーチャーのモデルも結構 SB ダンクかっこいいのあるじゃないですか、はい、気に入ってるのとかってあります？あ、気に入ってるのありますね、はい、お気に入ってるモデルは、はい、ポールのポロドリゲスの、はい、ナイキ SB ダンクのモデルですね。いやー可愛いですよね、はい、これも。そうですね、なんか本当ポールの今までその出してきたシグネーチャーの靴 そのデザインを全部使ってるモデルになってるんですけど、はい、左もまた違うっていう。やっぱあれですか、このスケーターとしてもポール・ロドリゲスって堀米選手からして憧れの存在だったりするんですか？本当小さい頃からの憧れのスケーターでしたね、うん、まあ、やっぱり滑りもめっちゃかっこいいし、うん、まあ、そのやるトリックとかも本当今まで見たことないようなトリックとかを常にやったりとかして、なんか本当常に最前線を行ってたスケーターですね。他にも憧れてたりすごいなと思ってたスケーターの方とかっているんですか？エリック・コストンだったりとか、まあ、やっぱりもう昔から本当ずっとスケートしてきて映像もすごいのを残して、で大会でもめっちゃ勝っちゃうみたいな。おー
これは、うん、ナイキ SB のエリック・コストンとエアージョーダンのコラボのスニーカーです。うわーこれも可愛いっすよね。はいこれめっちゃ気に入ってますね、うん、なんかやっぱ結構僕青とか紺とかそういう暗めな色結構好きで、はい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 、でもう本当結構シンプルですごい気に入ってるスニーカーです。あこれはもうスケボーでも履いてるんですね。スケボーでも履いてますね、まあ、本当昔から憧れてるスケーターのスニーカーを履いて結構スケートしてる時とかモチベーションを上げてますね、うん、そもそも堀米選手があのスケボーを始めたきっかけとかっていうのは何なんですか。まあ、お父さんがスケートボーダー でお父さんがよく行くスケボーのする公園によくついて行ってて、はいはいうん、でそこから少しずつ始めていったっていう感じですね。で もう一番こう夢中にさせたスケボーの魅力っていうのは何なんですかね。スケボーの魅力は、うん、なんか、まあ、まずスケボーと、うん、その人がまあくっついてないのになんで、うん、あの、うん、その板を回したりとか、はいはい、そういうグラインドとかできるんだろうって疑問に思って、うん、そこから結構興味を持ち始めて、うんでまあ、やってみたらめちゃめちゃ難しくて、うん、そこからどんどんあのハマっていきましたね。すごいな。僕も小学校2年生の時に1回初めてスケボーに触れたんですけど、はい、もうあの難しすぎて、はい、もうそこから一回も乗ってないですあそうなんですねやっぱ最初はなんか難しいんですけど、うんまあ、やっぱなんか僕お父さんが本当スケートボーダーだったからすごいラッキーだったんですけど、うん、教えてもらったりとかしてでもなんかやっぱやっていくとやっぱ結構すぐ覚えられるのでやっぱ1ヶ月まず続けてみたらそのスケートボードの面白さがもっとわかると思うんですよね。まあ、でも今こうスケボーに夢中になってる、まあ、若い子とかキッズとか結構、はい、あのもうこれから僕たちもオリンピックに出たいって子が今日本にすごい増えてるんですよ。その子たちにアドバイスとかってありますかね。まあ、やっぱりそのいろんなつながりができると思うので、はいはいはい、その世界に行けたりとかそこからなんかもっとどんどんいろんな世界が待ってると思うので、うんまあ、世界を目指していってほしいです。うわー続いてのスニーカーは、うん、ナイキ SB のステファン・ジャノスキーモデルです。出たジャノスキーといえば、はい、このスニーカーでオリンピック、うんあの金メダルを取った。うーわーすげー。なんか僕が今までジャノスキー履いてたのが本当ふざけんなって感じる。いやいや全然そんなことないです。でも、まあ、この、うんはい、モデルはちょうどオリンピックカラーウェイで、うん、この一足しか僕もゲットできなくて、その一足で、はい、滑ったやつなんです。なんでこのオリンピックにジャノスキーを選んだんですか。ジャノスキー選んだ理由はもともと僕ダンクを履いてスケートを今してるんですけど、うんはい、なんかそのオリンピック あのルール上で1年前からそのスニーカーを選ばないといけなくて、はい、それで、まあ、やっぱナイキ SB ダンクって、まあ、それぞれのモデル、うん、なんか端の厚さが違かったりとか、うん、素材とかが違うと結構履いてる感覚とかも全部違くて、それに比べてジャノスキーはそのどのモデルも違いが全部なくてモデル本当全部一緒だったので、うんまあ、そこが一番の決め手になりましたね。はい、でもこのスケボーをやっててスニーカーってどれぐらいで履き潰しちゃうんですか。まあ、靴にもよるんですけど、うんまあ、ダンクとかだと、はいまあ、1週間ぐらいでジャノスキーとかだとジャノスキーはもう4日とかぐらいですね。4日か柔らかくなりすぎちゃって、うん、スケボーしづらくなっちゃうんですよね僕は。それであの4日ぐらいなんですよね、ジャノスキー。なんか大会の前とかはやっぱ2日、はい、3日目ぐらいがスニーカー調子よくて自分の中でこれを履いてまあ出たんですけど、うんまあ、これ以外にも3足ぐらい、うん、あの2日ぐらい履いた靴を何個か用意しておいて、まあはい、一応調子悪かった時用に、はいはいはいまあ、そういった感じで予備であの3足ぐらい用意はしてありました。はちなみにこれちょっと個人的なあれなんですけど、はい、
よね。堀米選手は何の音楽を聴いたりするんですか？まあ、その時もよるんですけど、はいはい、まあ、アメリカのラッパーとか結構すごい好きで、うん、まあ、ガナとか、うん、ドレイクとか、うん、トラビス・スコットとかよく聴いてます、うん、しかもだってこの間リル・ウェインとスケボーをやってましたよね。あ、リル・ウェインとスケボーさせてもらいましたあれどうやって知り合ったんですか？なんかもともとリル・ウェインは結構スケートボード好きでスケボーの大会とかにも前から結構行ってて、で僕のこともなんか知っててくれたみたいで、リル・ウェインの友達からなんかあの今日リル・ウェインがなんかパークに滑りに行くんだけどユートも来ないみたいな感じで誘われて、でなんかメダルもなんか見たいだよねみたいな感じで言われて、最近本当スケートパークで一緒に滑らせてもらって、はい、めっちゃいい時間でしたね。はあ、どうでしたかリル・ウェインの腕前は？リル・ウェインでもかなりスケボーできますね、はい、なんでできるんだろうと思った時に、はい、なんかフロリダ行った時に、うん、ちょうどリル・ウェインのスタジオ行ったことあって、はい、そこにスケートパークとか持ってるんですよね、リル・ウェイン自分の、はい、自分のアメリカのラッパー超すごいなってそこで思いましたね。はあ、はい、続いてのスニーカーは、うん、ナイキとエアトルーナの、はい、シュプリームコラボのスニーカーです。いやこれもカラーリングいいですよね。はい、カラーリングめっちゃ、自分の中でもお気に入りで、うん、まだこれもスケートでちょっと履いてみたいなと思ってて、これでスケートしたことないんですけど、はいはい、でも履いててすごいなんか履き心地も良くてスケートでも良さそうだなって思ってます。はい、でも最悪なことがあって、はい、最近、まあ、これ白もあるじゃないですか、白バージョン2つカラーがあって、はい、うん、もう一つのスニーカー、まあ、届いてたんですけど、はい、開けたら中身がなくてスニーカーが、え、多分運んでる人に盗まれましたね、はい、マジっすか、はい、とんでもないな、はい、白の方は持ってないっていう。やば、やっぱりちょっとアメリカですね。はい、まあ、そういうところはちょっとアメリカですねまあ僕の友達とかも結構やられたりとかしてて、はい、なんかまあ別に箱もそれだったら送らなければいいじゃんと思ったんですけど、箱届いて開けたら中身だけがないみたいな、紙とかはあってみたいな、はい、まあよく本当によく言えばやっぱアメリカの方がこうスニーカーに興味を持ってる人が多いんですね。多いと思いますね。すごくいい言い方しましたけど、すごいな。他にもなんか最近のお気に入りのスニーカーってあります？最近のお気に入りは、うん、まあ、ガンダムのダイケスビーダンクのガンダムとか。これも可愛いですよね、はい、そうですね、なんか、まあ、まず面白いのがここなんかこのナイキのロゴのところが外せるようになってたりとかして、はいはいはい、はい、まあ、はい、黒のカラーもあるんですけどそれに変えたりとかできたりとか。変えたりできるんですね、はい、はい、まあ、あと、まあ、ハイトップでその、うん、すごいスケートでもやっぱ履きやすいですね。なんかスケートってやっぱり、はい、足首を怪我することが結構多かったりとかするので、うん、ハイトップだとやっぱその捻挫とかも結構少なくなったりとか、やっぱここまで固定されてるので、うん、まあ、そういったところがすごいいいとこですよね。それで結構デザインも好きでお気に入りのスニーカーでもあります。うわいいな。じゃあ最後この番組に出ていただいた方に最後にしてる質問があるんで、ちょっとそちらの質問させていただきます。はい、堀米さんにとって、スニーカーとは何ですか？自分にとってスニーカーは、うん、まあ、スタイルだと思ってます。なんかもうそのスニーカー一つで、うん、まあ、自分のスタイルを、うん、まあ、すごい出せるっていうか、うん、まあ、滑りとかもやっぱそのどのスニーカーで滑ってるんだろうってみんな気になると思うし、うん、まあ、あとやっぱ思い出でもなるので、うん、やっぱスニーカーで新しい技を覚えて、うん、なんかすごい思い出のある靴とか、まあ、やっぱさっきのステファン・ジャノスキーの靴も、うん、まあ、絶対に捨てることはないし、うん、やっぱり本当にもうずっと取っておけるスニーカーです。そっか、自分の中での思い出がやっぱこのスケートボーダーってことで僕らよりもやっぱ刻まれますもんね。
そうですね、はい、思い出一つ一つのスニーカーに思い出あるし、うん、まあ、感謝でもしてますね。あ、なるほど。やっぱスニーカーがそのないとやっぱスケートの練習もできないし、うん、やっぱり最初の頃とかはまあ、お金も何もなかったので、うん、もうずっとガムテープ貼って直してたりとか、うん、なんか接着剤つけて紐を直したりとか、穴開いたところを防いだりとかしてたので、うん、まあ、やっぱそのスニーカーがないとスケボーもできないので、うん、まあ、本当にスケーターにとって一番大事なものだと思いますね。なるほど。じゃあ本当に本当に最後なんですけど、なんか今後の目標を聞かせていただいてもいいですか？今後の目標は、うん、パリのオリンピックもあるので、うんうんうん、まあ、そこだけじゃなく LA のオリンピックまで目指せるように、はい、3連覇を狙って頑張りたいです。もうずっと応援しておりますので、本当に堀米選手頑張ってください。ありがとうございます。本日はスニーカーホリックスに来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん今回のスニーカーホリックスはいかがだったでしょうか？面白いと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして GQ ジャパン YouTube チャンネルは他にも様々なビデオを公開していますので、ぜひご覧になってみてください。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。